全国文芸ファンの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。童話制作委員会の清原です。ね、今日は2014年8月15日の配信ということで、お届けしていこうと思っております。今日もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さて、本日ご紹介させていただきます作品は、愛と命のろうそく。愛と命のろうそく、17分間の朗読となっております。当ラジオ番組では皆様からの番組へのご意見ご感想を賜っております。関連 URL をクリックしていただきましたら掲示板が開きますので、よければそちらの方にご意見ご感想を投稿していただければ幸いです。今日の配信も録音しておりますので、このまままったりと、ご一緒に過ごしていけたらいいなと思っておりますので、ご一緒に楽しい時間を過ごしてまいりましょう。それでは早速ですけれど、配信の方を始めてまいりましょう。就寝前の童話朗読室第15回目の配信、レッツスタート。お待たせしました。全国文芸ファンの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日はお盆ですね。2014年8月15日の配信です。本日の配信は、就寝前の童話朗読室
第15回目の配信となっております。本日は童話制作委員会が配信するインターネットラジオへようこそお越しいただきました。今夜も午後8時56分からそうですね、9時40分頃まで、童話制作委員会の企画原作担当の清原俊夫がお届けしてまいります。配信サイトは FC2 ネトラジです。当インターネットラジオは文芸、とりわけ自動車、小説、エッセイなどの魅力をお伝えするため童話制作委員会によって企画配信されております。お楽しみいただければ幸いです。と言ってもなぜか当ラジオ番組皆様からのレスが少ないのが残念なところでございますけれども、配信の方を今日もやっていきたいと思ってます。当ラジオ番組では聴取者の皆様、リスナーの皆様からのご意見ご感想を広くいただいております。関連 URL をクリックしていただきましたら当掲示板をご用意させていただいております。朗読動画チャンネルというね、掲示板をご用意させていただいておりますので、そちらの方に開いていただいてね、作品じゃないですね、コメントをお寄せいただければ本当に嬉しく思っております。さて、本日ご紹介させていただきます作品は、愛と命のろうそく、17分、マスターテープの長さでは17分の朗読となっております。声の出演は精神セーラというアマチュアの声の声優さんによってお届けしてまいります。マスターテープの配信時間は17分とですが、マスターテープ上の長さでございますので、お使いの受信環境によっては若干配信時間が異なる場合があります。ご了承ください。そして当ラジオ番組就寝前の童話朗読室は第17回目をもって、一旦終了させていただきまして、そして、9月の中旬から下旬にかけて正規配信朗読童話チャンネルが復活予定でございます。なお次回の配信は17日を予定しております。楽しみに待っていてくださいね。関連 URL をクリックしていただきましたら、童話制作委員会のホームページへの URL もリンクも貼らせていただいておりますので、こちらの方ご参照になっていただければ幸いです。それでは配信の方をそろそろ始めてまいりましょう。現在手元のデータでは50番組がやって配信されておりますが、その中で17名、手元のデータでは17人のお客様にご来場いただきました。本当にありがとうございます。これからも動作制作委員会のインターネットラジオよろしくお願いいたします。それではそろそろ配信の方を始めてまいりましょう。愛と命のろうそく、17分間の朗読です。娘とお母さんのある約束をテーマとした物語、どういう結末になるのかはじっくりと聞いてお楽しみください。それではお聞きください。どうぞ。愛と命のろうそく、清原俊夫作。昔々、山のふもとにあらゆる病を治すという不思議な神様を祀った小さな社がありました。村の外れにあるので、この社に訪れる人はほとんどいません。ポツンとしたこの社はまるで誰かを待っているかのようでした。ある日のこと、この社に幼い女の子が息を切らしながらやってきました。小鳥がチーチー鳴き、すすきが風に揺れている境内に入っていきます。境内はシーンと静まり返って誰もいません。ここに体を治してくれる神様がいるんだよね。鈴を鳴らすと、女の子は手をたたいてたわんだすすきのようにうなだれながら頭を下げました。しばらく拝んだ後、その場に腰を下ろします。こんなことで私の病気治るのかな。
そうつぶやいた時でした。お嬢ちゃん、この神社によく来ているようじゃが、どうしたんじゃ？振り返ると、杖をついた白髪の優しそうな顔したおじいさんがこちらを見ています。女の子は初めて会った人なのに、なぜかこのおじいさんに不思議な親しみを覚えました。おじいさんはニコニコ笑っています。女の子は起き上がると、私の病気、治らないかもしれないの。病か。そりゃ辛いの。おじいさんはため息をついて女の子の顔を覗き込み、お嬢ちゃんは毎日ここに来ているということは、神様に病気を治してもらいたいためかの？うん。でも、神様は私の願いを聞いてくれるかな？おじいさんは笑いながら優しく頭を撫で、未来はね、お嬢ちゃんのような一生懸命頑張っている子のためにあるんだよ。ふーん、未来か。お嬢ちゃん、名前は？私？七子。おじいさんは頬を撫でながら、七子ちゃんが幸せになれるようにおじいちゃんも神様に祈っておいてあげるから安心しなさい。ありがとう。おじいちゃんもお体気をつけてね。七子みたいないい子ならきっと体が良くなるさ。おじいさんは七子の姿が見えなくなるまで見送りました。境内に人気がないのを見届けると、おじいさんはまるで辺りに溶け込むかのようにして神社の中へと消えていきました。日が沈み真っ暗になった神社の中で、おじいさんは再び姿を現しました。七子の寿命を見てみるかの。手のひらを上に向けてふーっと息を吹きかけると、小さなろうそくと炎が現れました。ろうはほとんどなく、青い炎は小さく揺れ、少しの風でも消えそうな様子です。ふーむ、風前の灯火か。おじいさんはため息をついて見つめています。寿命のようじゃの。七子を幸せにしてあげたいが、こればかりはしょうがないの。小さい炎はゆらゆらと揺れていました。次の日、太陽が高く昇った頃、誰もいない境内に七子はやってきました。おじいさんは神社の隅で腰を下ろしてすすきを眺めていましたが、七子が来ると笑顔で手を振り腰を上げました。おじいちゃん、こんにちは。息を切らしておるが大丈夫かの。あまり動くと体によくないぞ。そう言って頭を優しく撫でます。七子がおじいさんを不思議そうに見つめています。おじいさんは、七子は笑顔が素敵な子じゃから、いつまでも笑顔を絶やさないように。そういった時です。おじいちゃん、私やっぱり助からないの？おじいさんは驚いた顔をして七子を見つめました。ここの神様なんでしょ？おじいちゃん、昨日この社の中に消えてくところ、こっそり見ちゃったもん。そうか、見られてしまったか。神様はため息をつき、しゃがんで七子の両手を握りながら、七子のご両親は病気のことどう思っておるんじゃ？お父さんは
私が小さい頃死んじゃった。お母さんは寂しがり屋で隠れて泣いてるの見たことある。お父さんの墓の前で泣いてた。お母さんは泣いておったか。神様はうなっていましたが、七子がいい子にしていればお母さんの心の中で光となって幸せに生きられ続けるから。七子は神様をじーっと見つめていましたが、うん、わかった。そう言うと境内を降りていきました。神様はいつまでもその後ろ姿を見つめていました。夜になり、神社の中では小さな光が光っています。神様は七子の命のろうそくを眺めながら静かにつぶやきます。寿命は宇宙の定め事じゃからな。こればかりはしょうがない。人は寿命がなければ賢くなってゆけない。悲しみや苦しみがあってこそ中身のある人生じゃからの。小さな炎はゆらゆら揺れています。七子の今にも泣きそうな顔を思い出しながら、しかし一人になるお母さんは気の毒じゃの。小さな炎を眺めながら、夜は次第に更けていきました。手を合わせた後、誰もいない境内に向かって、おじいちゃん出てきて、大きな声で叫びました。風が吹き抜けると同時に誰かが後ろから肩を叩きます。ニコニコ笑っている神様を見て、あ、おじいちゃんだ、ただいま。七子はそう言って神様に抱きつきます。おかえり、よく帰ってきたね。神様は七子の頭を優しく撫でました。七子は神様の顔をじーっと見つめながら、ねえ、七子はあとどのくらい生きられるの？おじいさんは優しく頭を撫でながら片手を七子の前に差し出すと、手の上にぼんやりとろうそくが浮かび上がってきました。おじいさんは寂しそうに、この炎が消えると寿命がなくなるんじゃよ。七子はろうそくを不思議そうに見つめていましたが、ふと思いついたかのように顔を上げて、おじいちゃん、どうして人間はろうそくの光が消えると死んでしまうの？死ぬんじゃなくて新たに生まれてくるから人は消えてゆくんじゃよ。でないと人が増え続けるからの。生まれてくるってことはまた新しいろうそくが立って光ができるってこと？よくわかっておるの。おじいちゃん、新しく生まれてくる光って何でできてるの？赤ちゃんはみんなの優しさでできているんじゃよ。そうか。じゃあ優しさがなくなるとどうなるの？当然光は暗くなって見えなくなるの。暗くなったら何も残らないの？いや、確かにどこかにあるんじゃが、小さすぎてその光に気がつかないだけじゃよ。また機会があればその光は再び輝きを取り戻して新しいろうそくが立つんじゃよ。ふーん、光って不思議。七子は不思議そうにろうそくを見つめていました。神様は笑いながら、みんな心の光に気がつくと幸せになれるんじゃがの。冷たい風が吹き抜け、すすきが揺れています。
どのくらい時が経ったのか、七子はろうそくを見つめながら鼻をすすってぽつりとつぶやきました。お母さん、一人ぼっちにしてごめんなさい。七子の方を伝わる光を神様は指で優しく払いながら、そう思うなら毎日お母さんの言うことを聞いていなさい。お母さんはお前が好きだからきっと喜んでくれるよ。うん、わかった。秋風に揺られるすすきの道を七子はうつむきながら帰っていきました。次の日の朝、神様がすすきを眺めぼんやり見ていると、七子と小柄な女の人が境内に登ってきます。やあ七子ちゃん、おかえり。神様は笑いながら声をかけます。二人は息を切れしながら階段を上りきると、七子が女の人に、お母さん、この人がこの神社の神様だよと説明しました。母親は前に進んで神様の手を取りながら、もしあなたが神ならこの子を助けてください、お願いします。神様は静かに下を向き、お母さん、この子はもう寿命なんじゃよ。そう言って母親の前に手のひらをかざすと、ろうそくが現れました。七子はそれを見て、このろうそくの光が私の寿命なんだって。七子は小さな声でろうそくについて母親に説明しました。母は下を向いて黙っていましたが、はっと気がついたように七子を優しく抱きしめ、大丈夫、お母さんがきっと守ってあげる。そう言うと二人は悲しそうに帰っていきました。かーかー、カラスが鳴き、赤トンボがすすきの周りを舞っています。日が沈みかけた頃、七子と母親が意を決したように再び神社にやってきました。母親は神様の前にひざまずくと、七子は私の光です。夫に死なれ、七子に死なれたら、私はもうこの世で一人になってしまいます。七子のいない人生など考えられません。どうか七子と一緒に死なせてください。神様は驚き、母親の顔を見つめます。母の顔には強い決意と目には炎が灯っていました。神様はしばらく考え込んでいましたが、よし、そこまで言うなら願いは聞き入れよう。そう言うと両手をかざし、手のひらから二本のろうそくが現れました。このろうそくをよく見なさい。短いろうそくは七子じゃ。長く大きなろうそくがお母さんのじゃ。神様は静かに見つめながら、ろうそくに小さい息を吹きかけると、長いろうそくが折れました。それをつまむと、短いろうそくの下に出しました。神様は母親と七子を見つめながら、これで二人の寿命は同じぐらいになった。七子、よかったね。うん、お願いを聞いてくれてありがとう。七子は神様にお辞儀をしました。神様はニコニコしながら、七子はお母さんの光で生きているということを忘れてはいけないよ。これからは精一杯生き、親孝行しなさいね。二人は感謝すると神社を降りていきました。
その日の夜、神様は二本のろうそくを見つめながら、短い人生じゃからこそ、二人の余命は輝いたものにしてやらねばならんな。神様の手が光ると、二本のろうそくの炎はひときわ明るく、白く、キラキラと輝き始めました。その後、人々の噂によると、七子と母親は短い人生でしたが、幸せに暮らしたということです。楽しんでいただけましたでしょうか。愛と命のろうそく、まあ、比較的初期の作品でしたので、爪が甘い部分があったのかなというのをね、今聞いていて、感じておりました。ただ奥の深さにおいてはまずまずだったのかなという感じがしております。さて、作品の解説をさせていただきます。愛と命のろうそく、童話制作委員会8番目の作品、かなり初期ですね、の作品になります。2009年5月発表の作品です。第5作目、俺の親父は世界一で、今は亡きコスモス文学新人賞のコンテストの選者、および読書家の皆様より、ご支持をいただいたことから、愛と、親と子の絆を別の角度から捉えようというテーマのもと、当台本は執筆されました。俺の親父は世界一は、父親と息子の約束をテーマとしていたため、本作品では母と娘の愛を強調した優しい物語として執筆されました。長く生きられるからといって必ずしも幸せではないという点を強調し、愛に生きる素晴らしさや親子の絆の深さも相まった本作品は、声優精神聖太さんの声もによって、リスナー数が比較的安定している奥の深い童話となりました。さてね、本当に皆さん今日は静かにご聴取していただいております。今番組の掲示板を見たのですが、どなたもご投稿いただけてないようですね。少し残念な気がしておりますが、このまま配信の方を続けてまいりましょう。番組終了まで、まだあと10分ほどぐらい、残っておりますので、どしどし、ご意見ご感想をお待ちしております。ね、皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。それでは、早速ですけれども、今度は17日ですね。今日は15日ですので、17日の配信のスケジュール、作品をご紹介させていただきます。17日は天使たちのクリスマス、天使たちのクリスマスという作品をご用意させていただいております。まだクリスマスかなり先じゃないかという声も聞こえてきそうですけども、聞いていただけたら幸いです。そうですね、19日で、就寝前の童話朗読室は一旦配信を中断して、そして9月の中旬から下旬にかけて正規番組朗読童話チャンネルが復活配信ということで、楽しみに待っていてください。おそらく配信予定は毎週金曜日の夜8時頃からの予定で、現在スケジュールの調整を行わせていただいております。またご来場いただけると幸いです。本日の配信も録音しておりますので、後日、ね、明日、YouTube にアップロードさせていただく予定でございます。また、閲覧に来ていただければ幸いです。朗読童話チャンネル、朗読童話チャンネルじゃないですね、童話チャンネル、童話制作委員会チャンネルという YouTube のチャンネルがございます。童話制作委員会のホームページでも閲覧ができますので、ホームページを見ていただくか、それとも、童話制作委員会チャンネル、YouTube のチャンネルを探してきていただくか、どちらかで閲覧できると思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは早速ですけれども、次のコーナーに参りましょう。ゆうさんの朗読、21分3秒の朗読でございます。天使たちのクリスマス、クリスマスに起きた愛と奇跡の物語、楽しんでいただければ幸いです。少しだけ予告編としてお聞きください。どうぞ。天使たちのクリスマス、清原俊夫。多くの名画を描き残したある美術家は言った。絵は手先で描くが、感動は魂で描くものである。アルベルト・クリスチャン。昔々の中央ヨーロッパ、ルーセント連邦の北に位置する急峻な山系に囲まれた山あいに小さな町がありました。標高が高く空気が澄んでいることから、この小さな町は天国に近い町と呼ばれ、夏は登山客で賑わっていました。この町は春になるとどこからともなく絵描きが集まってきます。それは町で開かれている大きな絵画のコンクールに応募した人々が入選の結果を聞き届けるため集うのでした。この詰めかける群衆の合間から背伸びをして審査結果を聞く少年がいました。彼の名はアルベルト。幼い頃より絵を描くのが大好きで、毎年このコンクールに応募しては結果を聞き、深いため息と同時に肩を落として家路に着くのでした。ガラーン、ゴローン。教会の鐘が鳴り、いよいよ審査の発表です。会場が静かになると、有名な画家である審査員が審査結果と公表を始めました。それでは発表します。今年の最優秀賞は、フェルデナント・クレーさんです。それを聞いて、アルベルトは一瞬、目の前が真っ暗になり、倒れそうになりました。そして、下を向いてつぶやきます。やっぱり、今年もダメか。そうつぶやくと、ふらふらする足取りで会場を去りました。帰る途中、美術品店を覗くと、女性の裸体画が多く展示されています。はぁ。彼は深いため息をつくと、店を出て家に着きました。そして部屋に入ると同時に、崩れるようにベッドに倒れ込みました。僕が描きたいのは、お百姓さんの頑張る姿や美しい風景なんだ。僕は努力する人々の中に美しさを見出しているのに、誰もわかってもらえない。アルベルトの目には、涙が光っていました。はい、ね、閲覧、最後まで、番組の最後までご聴取していただきましてありがとうございます。時刻は21時、もうすぐ31分を回るところでございます。本日もお付き合いのほどいただきましてありがとうございました。ね、皆様からのコメントがないのが少し残念でありますけれども、配信の方を、ね、そろそろエンディングの時間が迫ってきたので、そろそろ終了とさせていただきます。17日、天使たちのクリスマス。そして、19日で、とりあえず、就寝前の童話朗読室は、一旦、終了させていただきまして、そして、いよいよ、朗読童話チャンネル、正規番組のスタートということになっております。毎週毎週、皆様に素敵な動画が届けられますように、制作の方頑張ってまいりますので、応援の方よろしくお願いします。
新作は大富豪の肖像や中ちゃんの声、新役竹取物語、そして翼のない天使などたくさんの作品をご用意ラインナップさせて、ご用意させていただいております。最近忙しくて新作をなかなかピンが取る暇がなくて、このままではいかんなと思って、配信ばかりやってないで、新作執筆の方に、もう少しね力を入れていきたいなと思っておりますね、私事で、少し恐縮ですが、今日は最後まで、ご聴取していただいた皆さん本当にありがとうございました。現在の手元のデータでは、リスナー数14人のお客様がご視聴ご聴取いただいております。そして最高瞬間リスナー数は18名のお客様、延べリスナー数は31人のお客様にご聴取していただきました。ありがとうございますね。51番組かな、手元のデータで51番組が あるにもかかわらず、当ラジオ番組をご訪問いただきましたこと本当に感謝いたします。明日また YouTube で、今日の配信をアップロードしていきますので、よければ遊びに来てくださいね、見に来てくださいね童話制作委員会のホームページに無料で読める絵本やポッドキャスト、それから作品などの原稿なども掲載させていただいております。もしよろしければまた遊びに来ていただければ本当に嬉しく思います。さて、掲示板の方を見てみましたが、今のところどなたもご投稿いただけてないようですね。今日もいつも通りの静かな静かなラジオになってしまいましたね、いつも通りといえばいつも通りなのかなね、今日も配信の方を聴取していただいてありがとうございます。それではそろそろエンディングの方に入ってまいりましょう。エンディングは宝物、ね、という曲を聴いていただいてお別れとしようと思います。それでは今度は次回8月の17日第16回目の配信でお会いいたしましょう。次回は天使たちのクリスマスをご用意して、お待ちしております。番組終了後も皆様からのご意見、ご感想、レスポンスをお待ちしておりますので、よければコメントをしていただければ幸いです。それではエンディングに行きましょう。宝物、シンガーソングライターゆみから歌う歌で、今日もお別れとしたいと思います。それではまた次回、ご一緒に文芸を楽しみましょう。おやすみなさい。支えてくれて僕
かった。